箱で、ストリートファイター4ではユビキをメインに使用してます。まあエボはその去年来たかったんですけどちょっと来れなくて、正直めっちゃ楽しみにしてたんですけど、まあ、今回は初めて参加して、すごいとりあえず楽しみながらやろうっていうコンセプトで、そうですね、一番はその、まあ、妻のアキキが、まあ、一番サポートしてくれて、まあ、僕の結構自由にやらせてくれるっていうのが、まあ、それが一番助かってるんで、まあ、楽しみながらやってますっていうとりあえず使ってて面白いかどうか、うん、その自分のテクニックがどこまで進化できるのかっていうので、その、まあ、わざと難しいキャラを選んでやってます。うん、そうですね、一番はやっぱり強いやつがまだまだいるんで、その人たちと戦いたい、その人たちに勝ちたいっていうのがあるんですよ。僕の場合はまだ梅原とかはすごいライバルで、もう勝ちたいっていうのがあるんで、それでやっています。まず精密と三話で僕は触ってみて満足できなかったんですよ。それで一番満足できるのがどんなのかって言ったら、その中間、ちょうど中間あたりのそのレバーであったりとか、まあ、ボタンもその硬くない、柔らかくないで、その中間あたりをその実際それができたらどうなるかっていうのがすごい楽しみにしてて、それでそれが実現してすごい満足してます。そうですね、もうやっぱりエボっていうのはもうすごいでかくて、もうやっぱり盛り上がり方も半端ないし、うん、まあまた来たいなっていうのもあるんですけど、まあそれとやっぱプレイヤーのレベルに関してはもう全然もう日本と同じぐらいのレベルなんで、すごいみんな強くて楽しいです。今後やるゲームはとりあえずいろいろ今タイトルがいっぱいあるんですけど、ソウルキャリバーとか、あとは結構まあマーブルとかもありますよね。まあその辺はちょっと一応ソフトは持ってるんで、いろいろちょっとやりながら考えていきます。そうですね、エボでね、まあ、昔のゲームとかもうちょっとあったら、サイドトーナメントじゃなくてそのもうメインでやるセーバーとかあったら嬉しいですけどまあ難しいとは思うんですけど、また新しい例えばヴァンパイアセーブが出てほしいです。多分作ってもうそれはもう何十年前からチャレンジできたのはその前一回いぶきで曲げてるクエッキリあの人にまあリベンジできたんだ。そうです、嬉しかったです、はい、いやそうでもない、逆にあのさっきのコンボはどうなのかっていろいろ聞いてきたりしてもう僕はゴールはないんですよ。もう相手が強ければ強いけど、もうそれに勝つまでやるだけなんで、もうそれを目標に強い人が出ればその人を倒す、それの繰り返しです。はい、That's what he's gonna do. Sako takes it over Clayton.